Hello, everybody. 皆さん、こんにちは。GPU インスタンシングのセッションにようこそいらっしゃいました。ジャン・フランソワと申します。Unityのグラフィックエキスパート、フィールドエンジニアです。モントリオールから参りました。最近ユニティに入ったばかりなんですけれども、ユニティのことを知るためにちょっとしたエクササイズをしてみました。ユニティエンジンを使う過去にいろいろなプロジェクトがありまして、その時にドローコールの数に制限を受けるということがありました。いいプロジェクトとしてこのトピックでユニティを研究してみようと思ったわけです。シンラテクノロジーでクラウドプラットフォームを担当しておりました。アーキテクチャ、エンジニアとしていろんなことをやっていたんですけれども、その時作ったのがリビングワールドデモです。簡単にお見せしましょう。32キロ ×32 キロの世界。100万本の木をこの中に入れています。そして動物種、植物種は60ありますので、それだけの数のモデルがあります。そして1万6000の AI を使ったキャラクターがこの世界をあちこち動いているというその世界です。で、まず出発点として私のアイデアは、まずデータ思考のデザインからスタートしました。こういったデザインは GPU でも CPU でもうまくいくわけですが、我々の場合 CPU というのはやはり負荷が大きい。具体的なタスクをサーバーでやろうとするとやはり CPU に対する負荷が高くなってしまいます。それに対して GPU の負荷は少ない。複数のプレイヤーで共有することも簡単にできると。で、この考え方をやはり現在のゲームにも当てはめることができます。 CPU によって制限を受けていますし、どれくらいの処理ができるか、これも CPU によって制限を受けます。 GPU の方がもっと使われるべきであろうと思ったわけです。ということで掲げた一番最初の質問は、過去にやってきたユニティのプロジェクトをユニティの学習プロジェクトに使えないかということで、私の実験を行うことになりました。インスタンシングの最適化を検討することになったわけです。なぜインスタンシングかと言いますと、ゲームのパフォーマンスを制限するのは CPU です。先ほど申し上げた通りです。実際の世界というのはいろんなものが入っていて、生きているもの、生き物から、でゲームの世界はその実世界に比べると非常に空っぽに見えるわけです。例えばたくさん木があったり、都市がゴミゴミしていたり、いろんなものが動いている、人間とか動物とか、まあ、両方動いていたりするのが実際の世界です。この複雑なシーンの問題というのは、 CPU は GPU ほどパワフルではないので、グラフィックの計算はあまり得意ではありません。複雑なシーンがあるということは、 CPU でたくさんビジビリティのテストで負荷がかかるということになります。またレンダリングをするときのフィルタリングをするビジビリティも問題になります。例えばシーンをオーダー的に処理するということになると、非常に CPU では十分ではないという問題が出てきます。それではまず第一歩としてインスタンシングを見ていきたいと思います。 Unity がどんなものを提供しているのか見ていきましょう。まずインスタンシング、同一のものをレンダリングする同じメッシュとか同じマテリアル、アニメーションがないものに使われます。インスタンシングの目標というのは CPU の利用を、同じメッシュをグループ化することによって負荷を減らすということです。で、これはほとんどのプラットフォームで使えるフィーチャーです。インスタンシングをエネーブルするのは簡単で、ユニティでマテリアルセッティングに行きます。で、このボックス、一番下にありますボックスをチェックするだけです。そうするとインスタンシングが有効化されます。
これだけです。ここからバッジ処理を始めるわけですが、実はそれだけではありませんということで、簡単にコードをお見せしたいと思います。ここにあります重要な部分は、つまりこれは新しいシェーダーです。右クリックをして新しいアセットをクリックすると出てくるのがこういったものです。インスタンシングをやりたいというときに、また色を例えばそのインスタンスごとに指定したいというとき、ここではパラメータを追加しています。ここではカラーというパラメータ、そうすると色がインスタンスごとに変わります。でアクセスの仕方はここにありますようにマクロを使って適切な値にアクセスします。その他もう一つ重要なのは、インスタンスにおいてはマテリアルプロパティブロックです。これによってデータ、インスタンスごとで共有したいデータをストアすることができます。この場合では、カラーのアレイを作りました、配列を作りました。ここにあります。これはアレイのリストになっています。でベクターアレイを作りました、ベクターアレイのセットを作っています。このアレイに対してマトリックスを提供します。そしてマテリアルブロックがここにありますので、これを使うことによって全てのインスタンスのドローを1回のコールで実現することができます。もう一つ重要なのは、ユニティが最大1023のオブジェクトのパッキングができるということです。ということはバッチごとにドローを分断する、分ける必要があります。これをベースにして実際に分析してみると、実際にレンダリングは普通のインスタンスよりも早くなりました。これはグループ化ができたおかげです。少ない時間でレンダリングのシーンをすることができますが、しかしビジビリティテストにはかなり時間がかかります。何がビジブルになっているかのビジビリティテストには時間がかかるということで、次に考えたいのは、じゃあシーンからオブジェクトを取り除いたらどうだろうということで、それをやってみました。新しい機能があります。これ 5.6 で提供されたもので、ドローメッシュインスタンスとインダイレクトです。考え方は GPU というのはたくさんのインスタンスをレンダリングするスピードが速いですので、このデモは全てのビジビリティテストを CPU 側でディセーブルにして全部 GPU 側でやろうというものです。ということは一つ一つの頂点については全部変換する必要がありますし、トライアングルも GPU 側からコールしなくてはなりません。これは当然負荷があります。複雑なモデルの場合ですと、やはりその負荷がコストが高くなってしまいます。つまりシンプルなメッシュが非常にうまくいくと、まあ、言い換えればそういうことです。ではどのようにアプローチしたらいいでしょうか。メッシュレンダーをシーンでディセーブルすることによって、オブジェクトはビジビリティのテスト必要がなくなります。ということは全てのオブジェクトを自分でレンダリングしなければならないということでもあります。そこで必要になってくるのは、先ほど申し上げたマテリアルプロパティブロック。この中にはレンダリングしなければならないインスタンスデータが全てこの中に入っています。申し上げたように、全てのオブジェクトについては 5.6 で提供されましたドローメッシュインスタンスとインダイレクトを使います。ドローメッシュインダイレクト、これはバッファー引数です。これによって全てのパラメータの設定が可能になります。
ドローコールが必要なパラメーター、いろいろなインスタンスレンダリングしたいものを設定することができます。もう一つ私たちが変えたのは、実際に前と同じシェーダーなんですけれども、ここで変えたのは2つのバッファーがここにあります。2つのバッファーがここにありますので、ここでデータをそれぞれのインスタンスの保存ストアをしています。これ入れる忘れましたけれども、これユニティのマクロのラッパーで、ユニティのインスタンス、インスタンス ID を呼びます。ユニティインスタンス ID を使うことによって、これは古いバッチのインデックスの代わりになりますので、このカラーバッファーを読み込みためには同じようにこれを読んでトランスフォーム変換することができます。シンプルな事例になりますが、フルトランスフォームを提供し、インスタンスで必要なパラメーターを取ります。フルトランスフォームの事例はもう少し後でご紹介したいと思います。では今どういったものがあるのか、より CPU のパフォーマンスが良くなりました。 CPU はもうビジビリティテストをやっていません。レンダリングは同じモデルであれば、たくさんインスタンスのレンダリングをすることができますが、それがどん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 複雑になっていくと GPU も複雑になります。モデルが複雑になると GPU に問題が出るというのは、すべての頂点をインスタンスごとに変換しなければならなくなるからです。じゃあこれを改善するために何ができるでしょうか。ユーザーがコンピュートシェーダーを使えるようにすると、コンピュートシェーダーがビジビリティテストを行うことができます。そうするとその結果、ドローメッシュ、インスタンスとインダイレクトにインプットを送ることがよりやりやすくなります。次にこれを解説したいと思います。では、直接インダイレクトコールとはどういうものなのかというのを説明していきます。別所のコールと基本的には一緒です。全く同じ関数ファンクショナリティを実装することができます。パラメータをバッファーアーギュメント引数インディレクト引数に対してストアすることができます。ユニティにおいては GPU バッファーがこれらのコンピュートバッファーというものをストアします。コンピュートバッファーを使うと必要なタイプ型というのをインダイレクトアーギュメントを引き渡すことになります。またツリータイプインダイレクト引数3つですね、提供することができます。似たような形で活用することができます。3つの種類のドローコール、1つがドロープロシージャルインダイレクトです。これによってプロシージャルメッシュを作ることができます。つまりコンピュートシェーダーがジオメトリを作成します。そしてさまざまなプリミティブの数というのをパラメーターとして提供することになります。ドローメッシュインスタンスインダイレクト、これが今回デモで使っているものですけれども、これを使いますとさまざまなインスタンスをドローすることができます。すべてのデータはコンピュートシェーダーを介して作られます。インスタンスのパラメータをパッキングしています。ディスパッチインダイレクト、これもとても面白いです。これを使うとコンピュートシェーダーのディスパッチをシークエンス化することができます。つまりコンピュートシェーダーが新しいパラメータを作り、データを介していくつかのジオメトリを作ることができます。さっきも言いましたけれども、非常に利便性の高い関数となります。コンピュートシェーダー、レンダリングを活用した形で作業するときにリンクを貼りやすくなります。データを GPU から取ってこなくても済みます。これによってたくさんの遅延が発生してしまったりもします。またパフォーマンスも劣化してしまいます。CPU から結果を取ってこなくてもいいということです。そしてまた CPU からデータを取ってくるとなると、データを引き戻すまでにいくつかのフレームを待たなきゃいけないということになりますので、データを処理をする際に
3つ4つの、フレームの遅延が発生したとしてもちゃんと対処できるようにということを確認しなければなりません。ドローコールが GPU によって実行されるという場合にはバッファーからのパラメータを読み込みます。フィジビリティテスティングについて少しお話をしたいと思います。テストするのは GPU 側では非常に安価にシンプルにできます。ほとんどはドットのプロダクトです。 GPU はすごく高速に処理することができます。特にシンプルな球体のフラスタムテストを行うという場合は適しています。それからさっきも言いましたけれどもデータ指向型のデザインというものになりますので点群というのが最も適した構造になると思います。 GPU 側それぞれで一つ一つポイントを処理します。そしてテストはその球体の中でやっていくことになります。ビジビリティテストのステップを紹介します。まずはシェーダーが全てのオブジェクトの処理をします。そしてまた表示されるオブジェクトをフィルタリングかけていきます。そしてビジブルリストを使ってレンダリングをしていきます。そしてビジブルリストからカウンターを使ってバッファーのアップデートをしていきます。ドローの引数が入っているものをインダイレクトアーギュメントという形でアップデートかけていきます。そしてドローメッシュインダイレクトインスタンスインダイレクトを呼び出します。ではコードをお見せします。こちらがビジビリティテストになります。さっきも言いましたけれどもこれはドットプロダクトとなります。オブジェクトをビジブルという形でテストするという場合はここのリストに追加します。アペンドします。それからもう一つ変化を加えるのがインスタンスの設定のところで我々の方で設定をしていく必要があります。バッファーがあってこの中にはすべてのトランスフォームインスタンスの情報が入っています。それから同じビジブルリストを先ほどコンピュートシェーダーで作ったものに対してアクセスをすることができます。これはさっき言ったような形で定義されています。ここではインスタンス ID をビジブルリストから読み込んでいます。なぜかというと全てのインスタンスをレンダリングしているわけではないからです。ビジブルリストを見ればどれをレンダリングすればいいかというのが分かります。一番上にプラグマコールというものがあります。これによって設定への関数というのが呼び出されてセットアップファンクションを使うとローカルマトリックスを設定することができます。訂正です。ローカルトゥーワールド、ローカルトゥーローカル、ワールドトゥーローカルを設定することができます。残りのシェーダーというのは先ほどと一緒です。ではデモをお見せします。こちらですね。スクリーンに用意しておくの忘れました。こちらは一つの事例となります。都市を作りました。これは 40×40キロ×40キロの都市です。マウスが動かないですね。このような形で都市を行き来することができます。パフォーマンス劣化はありません。非常にスムーズな形で動いています。プロファイラーは先ほど見せていなかったですけれども、プロファイラーを選びます。プロファイラーを見てみますとほとんどの CPU タイマーが消えています。ちょっとだけ内部の時間が費やされてシャドウが設定されていたり、基本的にはレンダリング2000インスタンスのレンダリングというのはここで出ています。問題にはなっていません。どんなモデルでも大丈夫です。ここでは LOD はありません。ここでは
個々のビルディングに対してのレンダリングを行っています。どんなレベルにでも行くことができます。すべてビジビリティでテストすることができます。それ以上の作業はありません。少々お待ちください。一回止めます。パフォーマンス、先ほどお見せした状態でしたけれども、 CPU の中では最高のパフォーマンスとなりました。 GPU 側はもう少しLOD などを設定することができますけれども、これはまた後で説明したいと思います。それからシェーダー、非常に柔軟性に富んだものとなっています。先ほどお見せしたものは簡単にその他のマテリアルと統合することができます。カスタムマテリアル、スタンダードマテリアルと統合することができます。また動的アニメートをされたインスタンスをサポートすることができます。これからその辺を説明していきたいと思います。ダイナミックというのは動いているオブジェクトのことです。さらにこのお話を広げていくとなんですけれども、さっきも言いましたがアニメーションのデータ、通常のインスタンシングというのはアニメーションされたオブジェクトではうまく動きません。スキニングというのは別ステップという形でユニティで扱われます。アウトプットバッファー、 CPU 側でやられるか、またはジオメトリーシェーダーで行われます。その際にはストリームアウトプット、またはコンピュートシェーダーを活用することになります。このアウトプットというのがレンダリングされます。つまりこれは基本的には異なるメッシュとしてインスタンスごとに用意されることになります。一つの回としては頂点スキニングを再実装していくことをバーテックスシェーダーで行うというのが一つの回になります。そしてマトリックスパレットを一つのボーントランスフォームごとにいいですね、先ほどやったようなバッファーのような形でワールドトランスフォームでアニメーションのトランスフォームというものを保存するというやり方があります。ただ一つ課題があって、必要な情報を取ってくるのがそんなに簡単ではありません。アニメーションデータなどアクセスしたり、スキンデータにアクセスするというのが結構難しかったりします。そこでなんですけれども、バーテックスアニメーションとしてアニメーションをベイクすることをお勧めします。そして結果をテクスチャーとして保存することをお勧めします。そのためにはデータのエンコーディングをする必要があります。テクスチャーとしてフィットできるようなフォーマットにする必要があります。アニメーションテクスチャーはメタリアルの上ではプロパティという形で設定をします。それからフレームのアップデート、フレームナンバーのアップデート、それから使えるカウンターというのがあるかと思うんですけれども、これらを活用して正しいフレームのサンプリングをしていきます。これはコンピュートシェーダーまたは CPU という形でインスタンスの数によってそれぞれ使い分けていくことになります。でアウトプットとして何が必要になってくるかというと、放線のポジション、それからエンコーディング、スケーリングをして値を保存します。個々のテクスチャーですけれども、異なるアニメーションのフレームに紐づいています。で、縫線をなぜベイクするかというと、オリジナルポジションにとどまってしまうからです。 T ポスにとどまってしまいます。ということはつまりライティングが同じようにスタティックではなくアップデートされるということになります。フォーマット、エンコードに使われるテクスチャーのエンコードのフォーマットは奇数エラーの数を減らすことができ、つまり RGBA888 のピクチャーを使うと8ビットのポジション、チャンネルあたりの8ビット、あるいはこれ
縫線と同じ、あるいは16ビット32ビットのフロートテクスチャーを使うこともできます。これはコードをリストしたものです。これ PDF で提供されるものですけれども、このコードは非常にシンプルであることがお分かりになると思います。基本的にこれ何をしているかというと、違うメッシュをそれぞれフレームごとにベイクしています。そしてそれぞれの頂点を見て、そしてエンコードし、テクスチャーとしてストアしています。簡単にお見せしたいと思いますが、これを皆さんのお手元に提供することができます。リコーディングも非常にシンプルです。ここでやっているのはリコーディングですけれども、テクスチャーを読み込み、特定の座標、これはフレームに対する座標がありますので、ここで読み込みをします。またオフセット値があります。ここです。このオフセット値がフレームです。 Y 座標のオフセット、テクスチャーの下の方になります。そこからディコードします。両方の値のディコード、そしてこれをベクターディスプレイスメントとして追加します。縫線の場合はその値をオーバーライドします。そしてこれがマテリアルです。2つのテクスチャーをここでは持っています。面白いのはこのテクスチャーの見かけです。ただ単に先ほど言ったように、一つのピクセル幅、バーテックスの幅の上にあって、下に違うフレームがあります。テクスチャーはマテリアにバインドされています。どのテクスチャーにバインドされているかによって複数のアニメーションをマネージ、管理することができます。ここに、すいません、ちょっと間違ったスクリーンが出てしまいました。これが今ご紹介したものの事例になります。4000のキャラクターの実行です。複雑なクラウドシステムで作ることができます。例えばどんなタイプのバックグラウンドオブジェクトのレンダリングも使えますし、例えば蝶とか動物とか走り回っているそういったオブジェクトのレンダリングに使うことができます。で、お気づきになるかどうか分かりませんが、縫線がアップデートされて、例えばキャラクターの腕のライティングが変わっているのが分かると思います。もう一つ、前の事例では解決できなかったのは、このインプリメンテーションではまだできていないんですけれども、今後ということでインプリメントしたいと思っているのは動くオブジェクトです。例えば皆さんが動物を走らせるとか、森の中を動物が走るといったものを表現するときに必要になります。コンピュートシェーダーはデータストラクチャーをアップデートして、天群の話を先ほどしましたが、天群によってシーンの中でオブジェクトを動かす、その時にあまりその負荷をかけないようにするというものです。ということは、皆さんの AI コードをコンピュータシェーターで書いてたくさんのインスタンスを作るということもできるかもしれません。しかしバッファーをアップデートするためには、ただ単にバッファーを作って、その中にオブジェクトコマンドを入れておきます。データ構造はインデックスを持つことになり、
その中に位置、どこにそれを置くか、そしてオブジェクトをその世界の中で動かすということです。これはフルマトリックスに対してできますので、全世界のトランスフォームでそのオブジェクトを動かすということが可能になります。もう一つ大事なのは、あるいはあればいいなというのは LOD とビルボードです。シェーダーでレベルオブディテールを管理させる、シェーダーに戻ってビジビリティテストの時にシェーダーに戻る必要がこれまではあったわけです。でシェーダーに全ての情報を追加していろいろな LOD、 どのモデルをレンダリングするのかなどの情報を与えている必要がありました。つまりドローコール、 LOD あたりのドローコール、これはメッシュあたりのドローコールが今多いのと同じように、この LOD ごとにドローコールが発生するということになります。それからビルボードも別のメッシュ、別の LOD、基本的にはこれとは別の LOD になります。コンピュートバッファー、インダイレクトの引数でたくさんストアできますので、一つだけではなく、もちろんハードウェアの限界にもありますけれども、多くの異なるドローコールを同じバッファーに入れてそのリストをストアすることができます。でドローメッシュインスタンスを直接呼び出すことによってオフセットバリューを提供します。ただ単にオフセットバリューを提供します。ということで結論です。ユニティインスタンシングオプションは非常に多岐にわたり非常にいい機能を持っています。その改善にはインダイレクトドローコールなどの新しいフィーチャーを使うことができます。で基本的にはそうすることによって私たち独自のメッシュあるいは独自のインスタンスを生成させることができます。またお見せしたようにインスタンシングの現在の制限をシェーダーのトリックを使うことによって迂回し回避することが可能です。以上です。ホールに残って皆さんの質問をお受けしたいと思いますので、どうぞお越しください。ありがとうございました。